韓国メディアが、ドジャースの大谷翔平について持論を展開して話題を呼んでいる。今季は前人未到の50本塁打、50盗塁を達成するなど驚異的な活躍を見せている大谷。大谷の人気ぶりを紹介した上で、彼は野球がある国でしか人気がない。野球を知らない人々は彼が誰であるかも知らない。日本国民は大谷の出現に熱狂している。全国民が誇りに思っている。ただし、大谷が世界中の人が知っているスーパースターではないという点は残念だ。サッカー選手ではないからだ、と主張を展開した。そして、もしサッカー選手だったとしても、世界中のサッカーファンが彼を崇拝し、サッカー界でも歴史的選手になっていただろうとした。大きなお世話や。お隣は日本のこととなると難癖のように言いたがる。現実的に野球というスポーツ自体が世界中に普及されてるわけではないから、そりゃそうでしょうねとは思うけど、日本から見れば大谷はまさにスーパースターや。大谷は超一流選手の役目として、そのスポーツを広めていってほしいな。アメリカでの野球人気のみならず、世界中に野球を広める存在になってほしい。スーパーヒーローに求められることは多いけど期待したいわ。大谷はサッカーに比べてマイナーな野球の人気を引き上げることのできる選手だと思う。実際今年、大谷の所属するドジャースの開幕戦があったお隣の国のリーグでは、観客動員が過去最高だったそうやで。確かにサッカーに比べや野球は断然マイナースポーツ。もしもでも、ロナウドやメッシに間違いなく軍配が上がると思う。ただ、やっぱり野球はメジャーで記録ずくめの大谷はすごい。10年総額7億ドル払うだけの価値があると認めさせた選手なんだから、大谷が世界のスポーツ史に残る偉大な選手であることには変わらんでしょ。野球をよく知らない国でも、10年7億ドルの衝撃が大きかったから、フランスのレキップ氏の表紙になったんやで。韓国にとって大谷の存在は単純に羨ましいんやろな。10年で7億ドルの評価をされる人間がどれだけいるだろう。欧州サッカー界からも野球に馴染みのない選手から SNS ではリスペクトのコメントを目にするで。